はいどうも、フラさんです。じゃあ本日はバトマス8人で防衛軍高速周回していきたいと思います。まあ、今回も異性からの侵略軍ということで、いつものやつですね。まあ、そちらをやっていくんですけども、まあ、今回ハンマーバトマス8人でやっていきます。で、まあ、一人だけね、ハンマーで残り全員が両手剣の方が火力が出るような気もするんですけども、まあ、よくわかんないけど、まあ、今回はとりあえず話に乗させていただいたということなんで、言われた通り全員ハンマーで、で、ハンマーのスキルも全員振ってきて、それでやっていきたいと思います。どんな感じになるのか、強化されたバトマス、どれぐらい強いのか、っていうかそもそも、ハンマー自体がそんなにこうね、火力面で強化されてるわけではないので、さっきも言った通り、両手剣の方がいいんじゃないかなと個人的には思っておりますが、はい、まあ、くっついていきます。俺はペンギンなんで、早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。まあ、作戦としましては、たっちゃんさんが言っているんですが、橋渡ってきたら、一回止まってテンションバーンとミラクルブーストをして、で、あとは、まあ、みんなある程度来たらポスト2ということで、まあ、ミラクルブースト大事ですね。まあ、今回回復役が基本いないんで、まあ、いつもの高速周回より火力が低いんで、やられる前にやるっていうのが難しいんですよね。まあ、そういうわけなんで、まあ、こんな感じで、まあ、とにかく、バトマス、8人、いや、7人か。まあ、ポストツするのは実際の7人なんで、7人のバトマスの力を堪能しましょう。まあ、ハンマーの強くなったところといえば、二刀の極意2が付けられるわけなんで、まあ、そこは若干片手剣よりもダメージは出しやすいかなと思うんですが、まあ、それを差し引いても多分両手剣でやった方が火力出んじゃないかな。まあ、何回もね、これやる前に言うべきだと思うんですけども、まあ、とにかく、ちょ、暇なんで回復ドリンクでも飲んで、で、あとはいい感じに船頭さんにくっついてって、橋渡り切ったらテンションバーンと、で、あとはミラクルブーストということで、はい。よし、これで今、5人しかいない。6人、7人来た。で、スタンとかなんか入れてくれるらしいので、まあ、ちょっと待って、1人だけなんか片手剣なんだけど、俺全員ハンマーって聞いてたんだけどな。まあ、そこはなんかあるんでしょう。何かこうね、やっぱ、いろいろあるんでしょう。まあ、我慢していきましょう。よし。で、とりあえず、プレートインパクトとかで、いい感じに、よし。守備力も下げて、で、あとは、ちょっとこの、バイキルトどうすんの？敵のバイキルト。ちょっとまずくないか。まあ、いけるか、これ。1999の連打になれば OK。いやー、さすがにか。さすがにそこまでの火力は期待できない。よら、どうだ。いや、きつい。1200ちょいか。だから合計で7000ちょいしかダメージ出てない。プラス今、最下の陣があってようやくその火力だったんで。なので、やっぱり一人ぐらい魔法戦士いた方が結果的に火力出ますね。ガジェットとかもあった方がいいんで、結果バトマス5人ぐらいの方が、多分、火力が出ると。悲しいことだけどね。よし。まあとにかく、天下無双、俺たちは叩き込むだけ。まあ、初期、あ、ちょっと待って。もう黄色なんだけど。いや、結構まあ、それなりいい火力は出てるかも。まあもうこの時点で通常の高速周回であれば倒してるんで、まあ、わざわざバトマス8人でやる必要はないんですけども、まあそれ言ったら元も子もないので、よし。まあ攻撃あるのみ。で、ここで最下の陣引けたので、ここで最下の陣をいいタイミングなんで引いていきましょう。一人死人出たんで、ここはスタンショットを刻んで、ここに停滞させて、で、あとは、古今無双とかで、いい感じにダメージ。ちょっとなんか、門番の方もまずいっすね。門が守りきれてない感じがあるかも。じゃあ、ちょっと待って、さすがに、3分は耐えきれないか。ちょっとこれ、ギリギリいけるかもしれない。いけるか。ちょっとどうだ。いや、ちょ、終わった。まあ、というわけで全滅してしまったんですけども、まあ、いろいろ話し合いまして、アイテム係が合うとか、なんか、まあ、とにかく自分は攻撃するだけなんで、いまいち聞いてないんですけども、まあ、とにもかくにも、なんか、猛攻の書を取る人とか、あとは金縛りの札をどうするかとか、まあ、そういったことでちまちま話をしてたっぽいので、もしかしたら、さっきよりもうまくいく。なんだったら、2分ぐらいで倒せる可能性があるということですね。はい、そういうわけで。2戦目やっていきたいと思います。いやー、勝ちたいですね。まあ、勝てそうではあるので、まあ、うまいこと、まあ、とりあえず最初はクイックアーツやって、あとは橋を渡り切るという感じで、で、突っ込みして、で、また突っ込みして、まあ、中央ぐらいで回復を巻く。こうすることでチャンス特技を引ける。チャンス特技は引けんのかな？まあ、みんななんかやってないけど、もしかしたらチャンス特技、回復、
ドリンクじゃ引けないのかもしれない。でここに来たらテンションバーンとか、その辺でいい感じに、よし、あのみんなについてこう。で一人右側行ったんで、あれはまああのレーザーを避けるためですね。よし、で、あ、俺死んだんじゃね、うわお、一人死んだ。いやこれはちょっと苦しい。ちょっと待って待って、これ大丈夫、早めに早めに、ちょっと待って、スタンショットぶち込んどいて、あ、大丈夫、金縛りの書とかやる予定だったじゃないよね、大丈夫か。よし、まあ、天下無双ひたすら続けていきましょう。さっきは最下の陣があったわけだから火力が結構伸びてたけど、いやただ最下の陣なかったらもしかしたら全然火力出ないかもしれないですね。まあ、もしかしたらさっきの俺のスタンショット金縛りの書めっちゃ足引っ張ってたかも。まあもしかしたらあの使う予定だった人が、あれなんかスタン入ってるしみたいな、ちょっとなってたかもしれないんで、ちょっとそこは反省します。まあ、あとは門番の人が今回作戦がなんかいろいろこう変えたとか言ってたんで、もしかしたらさっきよりももうちょっと耐えられる可能性はある。そうなってくるとバトマス8人で倒せるということになります。あ、黄色行きましたね。まあ通常であればさっきも言った通り、もうこの時点で通常の高速周回であれば倒しているので、やっぱりバトマス増やしたところでだな。やっぱこうバランスって大事なんですね、魔法戦士とかさ。であとは道具使いがいたりとか遊び人がいたりとか、やっぱ強いからといってバトマスを大量に入れまくったとしてもそこまで火力が伸びないというのがもう今の時点で分かりました。まああのこれを仮に両手剣にみんなしたとしても、まあ一人ハンマーで守備力下げる要因としてやったとしても、まあ、だとちょっと待って、未確認飛行物体が来たんだけど、これ大丈夫か。いや大丈夫、危ねえ、危なかった今、なんか怪人の一撃で死ぬとか、なんか門番の人がうんたら言ってる。ちょ、これワンチャンやばい、さっさと倒さないと。うん、今門のゲージの減りがえげつないですね。ガチでみんな、お、ギリギリ倒せた。あのもうこの時点でも結果出ちゃってるんですけども、バトマス8人でやるよりかは、やるんだったらまあ1人門番置くとして、で残り7人じゃないですか。魔法戦士をまあ2人、いや1人でもいい、それぐらい入れてやった方が火力出ますね。うん、なのでまあバトマスである必要でもないけどね、そうなってくると。まあなので魔物使い入れて、遊びに入れて、魔法戦士を入れるっていういつもの感じの方がいいと、まあ、残念ながら今の段階ではそう言わざるを得ません。はい、というわけで続いてなんですけども、続いてはスライム兵団やっていきたいと思います。まあ、さっき異星からの侵略軍はまあもうどんな感じなのか分かったので、まあ、バトマス8人であればスライム兵団ならなんとかこううまくいけるんじゃないかということで、まあ、あの防衛軍のリーダーの方が言ってました。まあ、そういうわけでどんな感じになるのかちょっとやっていくんですけども、まあベルトだけちょっと今回変えました。まあ結構いい感じのやつ持ってたんで、スライム系に 8% と攻撃力プラス12ということで、まああとはいい感じにこうダメージ系を伸ばすやつ、それをつけております。まああとはなんか役割がないとかあるとかなんか言ってたんで、まあとにかく自分は攻撃ということで、まあみんなにくっついていく次第なんですが、まあどうなんでしょうか。ちょっとやってみないとわからんですね。あ、みんなもう、よし、この辺にいれば多分間違いない。よし、こいつはまずぶっ殺して、おらっちょ、めちゃめちゃやばい。ダメージの数がやばい。めちゃめちゃやばいんだが。マジで。えげつないダメージのその表記になってる。やべえ。これバトマス8人じゃないと味わえない光景ですね。よし、みんな気にせず、ひたすら連打していきましょう。おらっ、よし。で、これで倒したので、あとはなんだ、普通であればもうちょっと待ってスライムとかなんかその辺を倒して、であとはボス突みたいな感じなんですが、まあ、多分それですね。うん、多分それと全く変わんない動きなんで、まあこの辺で暇を潰しておきましょう。まあ何分に出るかなんてわかんないですけど、まあとりあえず必殺とかで遊んでて、お、あ、ちょ、すごい、ぴったり、ギガスラッシュのタイミングが、ちょっと俺が攻撃入る余地がない。まあ、とりあえずなんか確かこっちの方にも、なんか確か出たような気がする。あ、出た出た。あいつらに、ちょっと待って、いける。俺も活躍したい。あ、ちょっと待って。あ、もうみんな多分倒された。あー、よし。よし、俺も倒しましたよ。俺も活躍しました。ありがとうございます。そしたら前の人にくっついていきましょうか。確かベルが2つ出て、それを倒したら突撃みたいな感じでしたかね。普通のやつだと。まあ、テンションバーンのタイミングとしてはまだ早い感じか。まあなので、あ、来た来た、シグナルスライム。この鐘をぶっ倒しましょうか。おらー、どこだ、みんな、
なんかアイテム出そうなんで一回離れて、よし、なんか大砲の弾でした。そしたら、みんなテンションバーンしてるんで、ここは合わせていきましょう。テンションバーンで。で、あとは、ミラクルブーストもしてるんで、まあ、ここは、まあ、ちょっと、皆さんに合わせていこう。俺はペンギン。目の前の人にくっついていくだけ。で、あとは、そうですね、なんか先導役っぽいのが一人いってるんで、サンダーブレードを、よし、いいぞ。で、したら、なんだ、みんな天下武装してるけど、ちょっと待って。これ、シールドブレイク絶対した方がいいでしょ。シールドブレイクして、で、守備力下げて、これ大事マジで。で、あとは、天下無双をみんなひたすらしまくると。このダメージでどれぐらいだろう。まあ、800ダメージがあるとして、まあ、それが7回攻撃か。まあ、7波56なんで、5800ダメージぐらいか。まあ、結構ダメージとしてはありな感じですね。よし、あとはひたすら攻撃を刻んでいくだけと。で、ちょっとここいらでココン無双とか使っておかないと、使う機会が多分なくなると思うんで、ちょっと待って、俺攻撃力がしまった、ごめん、俺攻撃力下がってたわ、すまん、みんな、ちょっと1段階しか俺かかってねえ攻撃、ミーナさんも1段階しか攻撃力かかってない、ちょっと待って、これ意外とあれだな、バイキルト切れがちなんで、これ行く前にクイックアースとかやるべきですね、クイックアースもうやっとこう、実際どれぐらいのダメージ出てんだろう、ここで、よし、天下無双、さっきはまあ単発900ぐらいでしたが、ここでクイックアースやると、あれあんまり変わらない、まあ、結構倍率がうんぬんあるから、やっぱバイキルトではあまり変わらないのか。まあちょっとよくわからんが計算式は。まあとにかくひたすらぶん殴ってるんですが、なかなか倒せる感じがしない。アースクラッシュとかよりも普通に天下無双してた方がいいっぽいっすね。なので、まあひたすら天下無双しましょう。両手剣で切ってみたいな、ちょっとスキル置いてきちゃったんで、まあ試すことできないんですけども、両手剣7人のハンマー1とかの方が良くないか。ちょっとなんかいろいろと雑魚が寄ってきた、ちょっと誰か一掃してくれ、よいしょ、やべえ、もうミラクルブーストも切れてるから、ちょっとガチでやばい、ちょっと回復がマジで間に合ってないかもしんねえ、よれ、雑魚も一掃しながら、だとはちょっとミラクルブースト大事、溜まったら使う。で、あとはちょっと待って待って、これ回復間に合うかな、ココン無双、ココン無双で、おら、ちょっとだ、こんだけやって、あ、やばい、ちょっと門番が、門番誰かいる、やばい、門がやばい、門が死ぬ、いや、すぐに、やばい、大丈夫、これ8人いるのか、こっちに、だとしたら、いや、YouTube 一気に削った、いや、ちょ、勝てないか、あ、ダメでした。はい、というわけで、まあ、2戦目やっていきたいと思います。まあ、ザコはちゃっちゃと倒してボス戦やっていきましょうか。どりゃー、おー、素晴らしいダメージ、今朝ギリじゃー、おらー、お前はだるまおら、はい、そういうわけで、先ほどと違うところとしましては、なんか片手剣の人増えました。はい、それだけです。あとはなんかいろいろとこうやることをうんぬんかんぬんなんか相談してたらしいので、俺全く聞いてないけど、なんか途中途中スターショットしてる人とかもなんかいたらしいので、まあそこもやっぱなしにしてひたすら転化してくれということで指示を受けていました。まあなのでさっきよりかは火力は多少上がってるのかなということで、まあさっきやってたけど結構シビアだったんでね、門が壊される寸前に倒すか倒さないかぐらいの感じだったんで、まあ、なので多分今回はいけると思う。あ、1000ダメージとか出てる、結構いいダメージ出てますね。まあ、あとはさっき自分がクイックアース切れてたんで、まあそこもしっかりと今回は突撃前に、しっかりとこうかけ直して、それで突撃しています。まあ、というわけでさっきはちょっと火力引っ張ってたんですが、足を、まあ、ところが今回は俺もしっかりと火力を出している感もあるので、はい、あとは片手剣の人がどれぐらい結局ダメージが出てるか、ハンマーよりもダメージが果たして出てるのか、天下無双だけなんで、なんか片手剣って隙のない攻撃でどんどん差し込むのが火力なんで、なのでこうやって動いてない敵に対してひたすら天下無双を刻むんだったら、多分両手剣、まあ次にハンマーぐらいになると思うんで、まあ、どうなんでしょうかね。まあ、範囲攻撃の方がハンマーは強くて、単体攻撃は実は片手剣の方が強いみたいなのあんのかな、まあ、わかんないけども、まあ、とにかく、まあ、とりあえず黄色いきました。まあ、頑張って切り刻んでいきましょう。ここでミラクルブーストとか切れちゃったんで、まあ、なので、まあ、この辺もしっかり補充しながら、いや、って待って、みんなごめん、ミラクルブーストしてないんで、まあ、ここはひたすら攻撃した方が良かったですね。まあ、ちょっと今、自分がミラクルブーストをしたのは、あれです。みんなにバレてないことを祈ります。まあ、バレるとちょっと、あいつがあそこでミラブしなきゃなとかなんか思われそうなんで、まあ、ちょっと、
内緒です。あ、ちょ、やばい、デッドソード誰か食らってる。ちょ、ザコもいっぱい、ちょ、ギロチンカッターまずい。ちょ、これはみんな離れて、これはみんな、 ありがとうございます。いや、仲間を信じて天下無双お願いします。いや、いいダメージ出てる、めちゃめちゃいいダメージ出てるけど、片手剣の人たちがあんまりダメージ出てない印象がありますね。なので多分やっぱり普通に天下無双してた方がハンマーで、なのでやっぱ火力出るとは思うんですけどね。ちょっとやばい、急にやばい、門がやばい、急にやばい、ダメでした。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、バトマス8人でちょっとやってみたんですけども、無理があるということで、いや、バトマス入れること自体はもしかしたら間違ってないかもしれないけど、やっぱバランスですね。ちゃんと魔法戦士とか遊び人とか、なんなら道具使いとか、そういったパーティーにしてようやく火力が発揮できるのが火力職だったりするんで、なので火力職が単体でこう増えまくったとしても、そんなになんつうか火力が伸びないということが分かりました。まあ、やる前からこの辺はまあがっちり分かってたことではあるんですけども、まあ、ただ実際やってみてどうだったのかなっていうのがはっきりしましたね。まあ、そういうわけで今回の動画面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。